アマルフィは、イタリア海軍の艦艇、ピサ級巡洋艦の一隻、第一次世界大戦で戦没、1905年7月24日帰港、1908年5月5日浸水、1909年9月1日竣工。イタリアの第一次世界大戦参戦後、ベネツィアに配備される、1915年7月7日、駆逐艦の支援のため水雷艇2隻を伴って、 出撃したアマルフィは、ベネツヤから20回離の場所で、オーストリア・ハンガリー帝国海軍の潜水艦 U-26 によって来撃された。U-26 は実際は、ドイツの潜水艦 UB-14 であったが、イタリアとドイツが戦争状態ではなかったため、オーストリア・ハンガリー帝国の潜水艦とされていた。この潜水艦は、ハイノフォンハイムブルク中尉により指揮されており、一度目の 紹介の最中であった。アマルフィはすぐに左舷側に傾斜し始めた。ダメージコントロールの努力が無意味だとわかると、アマルフィの艦長は総員体艦を命じた。アマルフィは雷撃を受けてから30分経たないうちに沈没した。救援に駆けつけた艦艇によって多くの乗員が救助された。戦死者は200名程度であると報告されたが、 後の報告では67名となっている。アマルヒの喪失により、ベネツィアに配備されていた他の装甲巡洋艦は、翌年のほとんどの期間滅多に出撃せず、1916年4月にはバロナへ移された。ありがとうございます。